世界樹の中を冒険したけど、葉っぱの上を歩けるなんて驚いたわ。久々にプロの迷子、こんなに迷うなんて手ペロだわ。やっと芋アイランドを見つけたわよ。え、なんか見つかるまで、お誰や、あーそっか今馬車おるんや。なんか見つかったらそこでストップしようかな。誰やろう、おじっちゃん。なんか呪文覚えへん、覚えへん。あ、なんかある、ブラックマージ。わー、確かになんかブラックというかグレーというか。うわ、ベギラゴンやん、ベギラゴンやん。顔色ばっか見とって気づいてなかったけど、ベギラゴンや、怖っ。ちょいちょい、おお、アリーナかっこいい。えっえい、敵の頻度がここ、ここ、えっえい、オッケー。ここの洞窟かな、洞窟しかないんかな。え、無理やん。え、気球で上手に入れとでも言いたいんかな。お、さすがーん。レベル上がるよー。 MP10 素晴らしいステータス。あ、でもまだここ続いてる。敵が多い、もう嫌や。まあ、2匹なら戦うけど。お、やった、誰、お、ティクヨちゃんや、ラッキー。あ、ギガデイン。え、ライディンより、でもやっぱすごいってことなんやな。ライディン使ってないんやけど。使ってないんやけど。こんだけ広いってことはまだなんかあるぞ。ちゃう、クリフト。クリフトのベオまでいいんじゃない？よしよし。ほっ。ひぃ。あの敵さ、敵に世界樹の扱いよったんやけど、あ、入れる。オッケー。ここは安らいでる場所なんかな、どうなんやろ。なんか回復してくれたりとかさ、なんか安らぎの場所やったらいいんやけど。キモ。音楽的になんか大丈夫そうやけどさ、階段あるんやけど、え？ん？あ、宝や。ミミックとかやめてな。バロンの角笛？なんそれ？バロンクルール。まあ、誰が持ってるバロンの角笛？吹いていい？何も起きない。そういうアイテムね。今、トルネコちゃんは、あー、持ち物いっぱいや。宝の地図を、ちょっと、まあ、適当に渡して、テクヨちゃんのバロンの角笛を、トルネコちゃんに渡して、で、道具でトルネコちゃんでバロンの角笛を見る。ふむ、これは道具でねー。なくなったりしない。はい。はい、大事な時に使おうねっていうやつね。お分かり。これ天空の、に行けたりするんかな、もしかしてこれに乗ったら。ちゃうかったわ、エレベーターやった。戻ってきただけやん。バロンの角笛を手に入れましょうっていうとこなんかな。え、まだなんか近、あ、でもそれだけっぽいか。それだけっぽいな。あ、だけやわ。はあ、じゃあ、あっこにうまいこといかなあかんよな、あのなんか洞窟に。それが、じゃあ、次回の目的かな。はい、じゃあ今回はこの辺りで終了したいと思います。終わりませんでした。お疲れ様でした。はい、パート41の途中になってると思います。この
浅瀬に囲まれた島まで戻ってきました。で、この毒沼のとこにドンピシャで、ここで降りられない。え、なんで降りれるやん。え、無理な。え、毒沼で降りられへんの？どういうこと？え、じゃあこの先端は？ここで降りられない。先端やって。ほっ、え、先端やで。ほっ、う、ほっ、うー、もう下手くそ。あー、ちょっと待ってや。あー、あ、降りれた。同じとこやん。え、き、え、メタルキングやん。メタルキングやで。え、やめて、普通に殴って。え、2回攻撃とか、そんなことできるようになってますの？これガンガン行こうぜの方がいいのでは？いろいろやらねえからな。あ、メタルキング逃げへんの？その代わりなんかすごい強い気配があるんですが。いや、それいらんからやめて。普通に攻撃して。ザラキもいいから。あ、もうバカ。なんでや。なんでや。なんで道具使うや。ここどうやって行くんや。え、え、オッケー。え？ちょっとぐるっと回るか。え、え、オッケー。そっか、炎のでも爪使われても困るんか、ああいう時に。やっぱり、それならば、ミネアちゃんの、その噂のキラーピアスを、ちょ、渡してみる？アリーナに。で、アリーナの、炎の爪を、預かっとかな、どうせまた使ってまうから、持ち物多い人にでも預かっといても、もう少ない人に預かっといてもらおう。アリーナちゃんの装備を、キラーピアスにして、で、ミネアちゃんに何渡しとこうかな、じゃあ。まあ、利力の杖で、とりあえず。え？キラーピアスって2回攻撃な？うわー、すごい！あ、そうなんや。なんか、勝手になんか、会心の一撃が出やすいとか、なんかそんな話かと思っとった。あ、そうなんや。はやぶさの剣じゃない、それって。あれ？前なんか、どこ行ったんやっけ？前この辺、あれ行ったんか。え、え、オッケー。なんでこんなとこ見逃しとんやろ。割と通り道やのに。やつ、ザキ、アニマル。やつざきにしてくるんか、怖いな。まあ、手足8本あるからいい。片手につき一回裂きますみたいな。マジかー。色すごいなんか、髪の毛だ、えらい赤く染めて。なんかドナルドみたいじゃない？ドナルドの噂。実はやつざきする。みたいな。イエーイ。お！レベルも上がって。おじいちゃんか。なんか、最後の魔法を、インパス！インパス、もうなんかミミック出ても普通に戦ってるからあんま使えへんないけどな。これマッチ大丈夫？呪われてへん？なんかえらい封鎖て、閉鎖的な街やけど、ここは天空に一番近い街、ゴッドサイド。あ、そう。ルラ登録は？ゴッドサイド。あ、されてる！イエーイ、よかった。な、あ、うぅ、びっくりした。何言おうと思ったか忘れたから普通に探索しよう。もう街ないと思っとった。まだあるんやな、こ。でもなんかエルフじゃない？たとえ天空の塔に登っても、誰もが天空に行けるとは限りません。天空の武器、防具のすべてを使
けたものだけがいけるとか、目の前にもなんかこう、すべてつけてなんか、シャンシャン歩いてる女の子がおるんやけど、この島のどこかに天空に通じる塔があるらしい。はん、それを探せということね。わかり申した。丈夫で長持ち防具専門店でーす。刃の鎧。刃の鎧、買いたい。かもしれない。ライアン。ライアン今、何？ドラゴンシールド。トルネコちゃんは？角の前かけ。ライアンにするかな？ちょっと鼻かむね。昨日常備薬のお薬を飲むのを忘れていたでござる。いい、ちゃんと飲まな。まあ、上がるけど、これあれやろ。ちゃんと攻撃を、跳ね返すというか、相手にもダメージ与えてくれる系のやつやろ。で、余ったドラゴンシールド。ちょ、待ってよ。それ、バロンの角笛見よ。見たっけ？なんなんやろ、バロンの角笛って。ちょっと、どっか渡しといて、普通に道端で使うやつか、なんなんか。で、ちゃう、ライアンの、あれ？あ、ドラゴンシールド盾か。あ、ドラゴンメイルか。これってトルネコちゃん切れます？やったら来たらいいよねっていう、そういう話。めっちゃもっとな、いろいろ。あれ？あ、そういうことな。あ、装備できひんのな。でも売っちゃうか、ドラゴンメイル。売り申した。地下がある、牢屋とかかな。あ、あ？天空人ちゃん、あれ。何しとん、そういう趣味。ちょっと、あかんで監禁は。そこで寝ている人は、不思議なことに空から落っこちてきたもんじゃ。もうなんで牢屋に閉じ込めとん。毎晩夜な夜な。おう、てくよ、あなたが、なんで？知り合い。一刻も早く竜の神様にお会いください。このままでは世界は本当に滅んでしまうでしょう。天空の人はいつでも地上をこう見下ろしているみたいな、そういうちょっとストーカー的、めっちゃチカチカするやん、並びすぎ。え、なにこれ、これ祭壇ちゃう、宗教開く。私にはわかります。デスピサロの心にあるのはもはや憎しみのみ。早くとかなければ凄まじくちゃ悪なものに進化を遂げるはず。まだ進化遂げてへんのやな。ああ、手遅れになってしまう。なんてことでしょう。もし黄金の腕は、あ、そういうやつあったな、そういや。進化の秘宝は昔のものよりも、さらに恐ろしいものになるのです。あ、その上におるの盗賊とかかな。大変なことになってしもうた。デスピサロという魔物がついに進化の秘宝を完成させたそうじゃ、させたんや。噂ではデスピサロは地の底深くに潜り秘宝を使い始めた。ああ、もうダメだ。もうダメだ。私は神の声を聞く者。エスタークが蘇り、それを勇者が倒すという全ては予言通りであった。しかし、予言はそこまで、そこから先のことは何も聞こえぬのじゃ。ああ、もうそこ分かっとうのに、もう、肝心なな時にな。あかんで、そういうの。地獄から復活したエスタークは、予言通り勇者によって倒されたとそうです。うりうり、うり。しかし、今まさに第二。やべえや。やべえや、なんやね、第二のエスタークって。やべえや、第二、第三。とか、やべえや。あと、横いんで、もう、わかりにくい土地の形してるなぁ。ここ武器屋さんやろ？道具屋やったわ。ひょういらんやろ、もう道具。ごめんな。あ、まだ地下がある。なんすか。お？ここは天空に一番近い島。しかしまた闇の世界にも近いのです。この島の西には人を、深き洞窟がありますわ。あったなぁ。なんかあったけど。扉ちゃう、ちょっと鼻噛むな。うい。あの洞窟どうやったら入れるんやろ。あ、小さなメダル。あ、どう思う？なんかそんなすごい、あ、出てもた。すごい情報を得れたわけでもなくっていう感じじゃない？あ、その天空の、何？天空に一番近い、その塔？
あ、天空に行かなあかんやん。そっと、あ、この、どこにある？西にあるのは洞窟やろ？塔は？ま、この島、なんかあんま広くないやん。やから探すか。とりあえず北に、北ちゃうわ、こっち南や。こっちか？あ、その、あれが、祠が前入ったとこやろ？え、オッケー。あの、芋の羽のとこらへんかな。てことで、おめでとう。ダイヤ、芋の、感じの羽のところらへんかな。キラピラス、いいね。みなちゃんおめでとう、キラピアスさ、会心、いいね。いいよ、バギマ。強いよ。ま、探索して、あったわ。あったわ。ま、狭いからいつか見つかると思ったけど、あったわ。タワーが、あったわ。もう一回言おうか。お、おめでとう、トルネコちゃん。タワーがあったわ。塔に、塔。おお、柱が豪華。ここ敵出る系なんかな。あ、でもダンジョンっぽいな。めっちゃ柱、ちょっと使いすぎやって。もうちょい、あー、やっぱダンジョンやん。あ、夜の帝王。夜は元気です。みたいな。あー、夜の帝王じゃない方から倒した方がよかったかな。みんな八つだけアニマルやん。クリフトもやろ？あ、えらいクリフト。いいよ。不思議な霧。え、なに不思議な霧って。やめて。え、ちょ、じゃあ私夜から先にするな。いいんじゃない？いいんじゃない？みんなすごいよ、会心の一撃。すごいよ、トルントルン。階段ありますね。登っちゃう？左は？じゃあ右は？う？何ここ？なんもないやん。あっち行ったら宝がある感じか。わ、新しいビーストとトーテムキラー。どっちも新しい。ビーストなんかイチゴミルクカラーしてへん？なんかこう、女子にモテるから、もしかして女子かもしれへんよな、別に。かわいい。あー、死んでもた。意外とヒッピーが低かったようで。いけるじゃん。これさ、冷静に私考えましたわ。一回リレミトで出ていい？ちょっと鼻かんでいい？馬車ついてきてへんからさ。テクヨちゃん、アリーナ、クリフト、どうしよっかな。どうしよっかな。ちょっとおじいちゃんあたりのレベルを上げてみるか。いいでしょう。この前の3人おったら守りきれるやろ、おじいちゃん。経験値をちゃんとね、仲間に。おじいちゃんはでも全力で守っていかなあかんな。ベホイミ。言うて装備もちょっと適当なまんまやからな。まあまあ行きましょう。ええやん、でもこのアリーナ、クリフト、ブライの3人がいるっていうのは。あれ？宝箱は？オッケー。階層が分かれへん。階層分かるやつ使う？フローミやっけ？ありました。調べましょう。魔法の聖水。アリーナが持っててもしゃあないんやけど、まあ、とりあえずいいや。え、これもうこの奥には行けへん感じ？行けへんな。オッケー。柱の下の向こう側に何かがあるみたいな、そういうあれではないんやな。わかりやすくてよろしい。実は柱の向こうに何かがありますとか言われてもちょっと困るんで。
ごい。じゃあ右に行こう。イエイ、オッケー。まあ道は少ないならね、それが良いよね。そこに階段あるやろ。この下は何もないな。オッケー。左右対称じゃないらしい。ここから入ってみるか、とりあえず。ん？何で囲まれたん？鳥の銅像？わざわざそんな置かんでええのに。そしたらもうちょっと近く来れるのに。不思議な木の実。誰に食べさせような。クリフト？で、左やな。オッケーオッケーオッケー。おー、いいよ。ちゃんと登っていってるし、道も少ないよ。で、左に宝箱があった。もう、何この水、邪魔。イェイ、オッケー。水乾かしてくれたらさ、一直線で来れるのに。イェーイ、あれ？ここやっけ？違うくない？なんか。あ、ちゃうくない？さっき見えとった宝と、あれ？イエーイ、オーケー。まあ、また別のな、ところがあるってことで。ああ、いっぱいある道。イエーイ、オーケー。お！おじいちゃんじゃない？いいよ、いいよ、いいよ。すごくいいよ、めっちゃ賢。賢、どっちから行くな？奥から行くかな？正規ルートじゃない方から行きたいんやけどな。よろしく、その辺。いやー、なんか正規ルート臭いな。うわ、絶対正規ルートや。何その真ん中。え、回復ゾーンかな、もしかして。ちゃうちゃう。あ、だ。ピットバイパー。ピットバイパー。言いにくい名前つけるのやめなさい。こ、あれ、守備力高くない？ビットバイパー。アリーナですら30何歩しか通常与えられないなんて。テクヨちゃんとかなんて強そうだ。とりあえずもう一個のルートから行きましょう。宝はちゃんと回収しましょう。イエーイ、オッケー。一歩につき、一回出んで、ええねん。十歩ぐらいで出てきて。それぐらいやったら許そう。あれ？どこやねん、今の。イエーイ。クリフトがやばい。痛恨の一撃を受けてしまった。あれかな？見晴らしがいいわねって。眺めるとこ？ふーん。いえ、オッケー。おー、ダリア、ダリア、ダリア。お、やっと、力9。素晴らしいよ、力9は。見晴らしのいいとことかな？別に私には必要ないねん。いえ、オッケー。ヒットバイパーは、あれ、守備力が高いんじゃなくて、身を守ってたから、見たい。イエイ、オッケー。みんなめっちゃ寝たわ。どうやら睡眠不足らしい。睡眠、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 睡眠不足。どうしようかな。回復させようか。暑いんかさ、冷房効きすぎて寒いんか、ようわからへんよな。温度調整が難しい。この真ん中なんなん？調べてみる。何も見つかれへん？何もない、ほんまに？何も使えるもんもないよな。あれ持ってこればよかったな、なんちゃらの角笛。ん？あ、こっちか。で、あ、下がある。あの宝箱。鳥に、もう邪魔、この鳥。いや、めっちゃルート分かれてほしい。いえ、えい。せめてこの塔だけは私クリアしたいわ。とりあえず下降りて。
次で階段があって、イエイ、主役しびれました、主人公しびれました、助けてください。歩いてたら治るとすけどよ、リホマの方がいいかな、クリフトちゃんは。クリフト195ね。で、おじいちゃんはデフォルメでいいとして、アリーナもちょっと回復しとくか。アリーナがもう300いっとうからな。316やって。あ、動いた、よかった。イエイ、オッケー、お、やったー。おー、近づいていくよ、おじいちゃんが。マホトラ、めっちゃこの階段鳥に囲まれてるんやけど。おー、よしよしよし、回収したぞ、いいぞ。シギな、ボレロ、女の子の服じゃない。ちょっと持ち物どうにかしよう。いっぱいになってきたな。不思議な木の実、クリフト食べていいで。最大 MP3。 鉄の盾、鉄の盾いらん。撃っても大してお金ならんやろか。捨ててもいい。投げ捨てた。やめよう。なんかそんな上の方から下の方に投げるんやめや。素早さの種、クリフトに食べてもらう。クリフト素早さの種に、で、アリーナ、アイだな、オッケー。で、おじいちゃんが不思議なボレロ持ってると思うから、ちょっとアリーナに渡してみて、アリーナが切れるかどうか。装備できひん。え、じゃあ誰やったら装備できるん？ボレロって女の子が着るようなやつじゃない。おじいちゃんとか装備できたりするん？ちょっと渡してみるな。装備で。あ、できるやん。あ、そうなんや。よかったな、おじいちゃん。若干、守備力が上がった。若干っていうか30上がったか、だいぶ上がったか。さあ、それでじゃあ元のルートに戻りましょう。すごいな、柱の数。さすがにそんなに敷き詰めんでもいいのにって思わへん？柱の話な。で、あ、で、こっから来て、で、もう一個なんか上り階段があったよね。こっち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 。これがそのまま進んでいけばいいか。趣味悪っ！全然見たことあるやつやった。これで、だいぶ上に上がってきようけど、急になんかダンジョン感出してきたな。急に迷路。そこの真ん中の階段何？階段年でしたみたいな。ドラゴンシールド。ドラゴンシールドいる？イエイ、オッケー。で、じゃあ左からぐるーっと回って、急にな、急にこんな拾されても。困るんやけど。うわー、この中なんなんやろ。イザナワで、あ、そう、あっちや。イエイ、なんかおじいちゃんがさ、めっちゃバイキルト使うんやけど、そこまで使わんでいいのにと思ってしまう。さーて、これで、あの上の方の階段に行けばいいかな。道は合ってる、今大丈夫で、下から回る感じね。イエイ、オッケー。お、誰誰誰、テクヨちゃんとかそろそろ。きたー、力5、いいやー。ヒッピー10、MP8。いいと思うで、私。良きかな、良きかな。もう、なんかだいぶ一本じゃない？あ、だ、誰？バーラック。もうそういう、言いにくい系の名前やめよう。バーって何バー？バーはノーバーはノー。バーはちょっと今日は顔が青いのじゃ。顔面が蒼白なのじゃ。だから仲間を呼んだのじゃ。そういう感じ。ピクシー系のやつやんな、この人。何気におじいちゃんのヒッピーがやばいんやけど。
イエーイ、オッケー。まあ、ようわからんかったわ。ようわからんかったわ。ビフォーイミーで、オッケー。よしよし。いえ、約2名しびれました。おお、やった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 。おー、クリフト力1。そうですか。 HP9MP4 動いて。おし、よしよしよし。これでちょっと回復させましょう。アリーナをベホまで。クリフトもベホイミかけとくか。ベホイミット、オッケーオッケーオッケー。で、その階段を登りまして、オッケー。お、おじいちゃんかな。いいやん、いいやん。ヒッピーすごい上がってほしいよ。ホイミぐらいでいいかな。よし、よしよしよし。ほい。お。え、音楽変わった。え、なに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 。え、なんか雲ある、かわいい。急になんかほがらかな感じ。え、なになに、なんか来た。あら、のどか。あ、天空。天空やん、絶対。ルーラ登録されてる。天空城、オッケー。ここは天空城でお間違いないですか？ここは竜の神様が治めているお城です。ここは天空城。おー。おー、なんか城らしいぞ。おー、広そう。そう、広そうやからやめとこう。じゃあ、ここの探索次回にしようか。ついに天空城に来てしまったぞ。はい。それでは、今回は、このあたりで終了したいと思います。ご視聴していただき、ありがとうございました。お疲れ様でした。